とろみはね、こんな感じ。はい、どうも、レミラミサリーでーす。はい、ということでですね、ちょっと今日はですね、大月健二のコスプレをいや、本当は違うコスプレだったんですけども、ちょっとメイク落とすの面倒だったんで、このまま行くんですけども、今回はですね、この前、飲みすぎてしまった僕がですね、飲みすぎてしまっても作れる、至高のグラタン。やっぱね、至高シリーズはね、ガンガンやっていきたいなと。チキングラタンです。これはね、結構スタンダードなやり方で、至高シリーズって、2パターンあるんですよ。邪道の至高シリーズと、王道の至高シリーズがあるんですよ。今回は割と王道なタイプです。ただ、ベシャメルは作んないです。ベシャメルソースを作るっていうのは、なんかいろんなグラタンのソースに応用するから、あれって店向きなんですね。家庭向きじゃないです、実はあれは。なので、ベシャメルソースっていうのを具材と一緒に作るっていう、その時短テクニックというか、裏技的なやり方。しかもですね。マジでマジ。やっていきたいと思います。リュウジのバズレシピ。まず材料説明いきたいな。すだけ 200g なんで、これだとまあちょっと多いかな。まあでも多くても全然平気なんですけども、もも肉、玉ねぎ、これが粉木じじいみたいなマッシュルームですね。だいたい 50g、 あとマカロニ、マカロニが 50g 今回使います。今回チキングラタンなので、こうチキンを食べるような感じでやりたいかなと思ったんで、今回はマカロニは 50g、 好みで増減してもいいです。あと、生クリーム、純生クリーム、これホイップとかでもまあ悪くはないんですけども、純生クリームだと香りとコクが全然違いますので、これ使ってください。あと牛乳です。まあ基本材料これ。はい、ということでやっていきたいです。まず至高シリーズを作る、何が必要かと思いましたら、最近やっぱりね、分かりました、至高シリーズって名乗るからには、いろいろなやっぱりお声にね、対応していかなきゃいけないっていうのがよく分かりました。この間カルボナーラ出したんですけども、カルボナーラの時にもうクラフトの粉チーズを使って至高名乗るなっていう、すごいお叱りの言葉を受けまして、本当に大変申し訳ないなと思って、僕はパルミジャーノもペコリーノも全部使った上でうまいと思ったんですけども、それでも許せない方がいたので、そういう方の声を真摯に受け止められるように強いメンタルを持たないといけないと。そのメンタルをどう形成したらいいかって僕すごく悩みました。そして考えました。そしてですね、ある一つの答えに行き着いたんですね。皆さん、これです。この歯、ウイスキーを注いでいきます。だいたいワンプッシュで 30ml なんですけども、1プッシュ半ぐらいですかね、注いでいきます。で、皆さん聞いてください、この炭酸の音に耳を傾けてください。そしたらもうね、このネットの喧騒なんて全く気にならないんですよ。いただきます。かー、耐えられる、なんでも来い。まずお野菜切っていきたいと思います。玉ねぎスライス切っていきます。マッシュルームか、切ってみます。はい、このね、底の部分をね、切っていきます。これはね、で、これスライスもね、ちょっと厚めでいいです。はい、だから一つのマッシュルームに対して2、3、4回ぐらい、歯ごたえがあって美味しいので、はい、もうこんな感じ。はい、で、これ寄せときましょう。チキンです。キョンです。まだフワちゃんがやってた。まあこれ 270g の鶏がちょっとね、多いかなと思うんで、ちょっとこれはあとで焼きそばとかにするので、これ大体 200g ですね。グラタンの場合はですね、ちょっとね、細かめに切った方がいいです。で、これを半等分して、また半等分で、こっちも半等分して、ちょっとこうそぎ切りするというかね、こうちょっとね、一口で入るぐらいな大きさに切っていきましょう。これでもうね、切るのは終わり。はい、それではですね、フライパン火つけます。そしてですね、また 20g です。そして鶏肉です。はい、ごめんなさい、鶏肉塩コショウしますね。なんとなく振っときますね、これね。はい、大切なのができるだけこの皮目を下にして炒めることですね。この皮って、炒まんないとこうちょっとブヨブヨしてると嫌じゃないですか。で、炒めていきます。まあ大体中火ぐらいですね。
こう鶏の皮から油出てきたな、周り全体白くなってきたなと思ったら、この玉ねぎですね。なになになに、空気清浄機買ったんですよ。空気清浄機が喋るんですよね。すごい時代になりましたね。玉ねぎもね、こうやってしんなりしてくるんですね。そしたらですね、汁、これもバッと入れちゃう。マカロニを茹でるので、この間にお湯沸かしておくといいです。はい、てんのか、酔っ払ってんのか。本当は、まあ、こういった炒めた具材にベシャメルソースってのを合わせてグラタンにしていくんですけど、今回はベシャメルソースはね、別で作るんだ、一緒に作ります。まあ、これはね、よくね使われる手法ではあるんですけども、パプリコパサッパサッと大さじ2です。全然パサッといかなかったです。そしてここでですね、パプリコと具材をよく混ぜておく。でこれね、よく混ぜておくと具にですね、薄力粉絡まってですね、ダマになりにくくなるんですよ。これね、ここにですね、美味しい牛乳、まあ、普通に牛乳でいいんですけども、低脂肪じゃない方がいいです。 200cc ですね。ちょっとね、こうちょっとずつ入れながらやっていきます。一気に入れるとこれもね、ダマになる原因になるんで、まあ 3,4 回に分けながら混ぜながらですね。はい、そうするとね、とろみがついてくるんですよ。こうやってね、グラタンゆすりながら、こうやって混ぜながらやってあげた方がよりダマになっていく。で、最後に、全部入れていきます。そしてここにですね、生クリーム。で、まあ、生クリーム使わなくてももちろんグラタンでできるんですけども、生クリーム使うとかね、圧倒的にうまいんで、生クリームがうまいからうまい。これ混ぜ込んでいきます。この時ね、火はね、ちょっと弱めでいいです。中火と弱火の合図くらいでいいです。でここにコンソメ小さじ1よりちょっと多め、お塩も入れていきます。お塩ね、お塩パラパラっと入れていきます。ここで、これちょっと、ね、混ぜながらね、ここでね、ナツメグです。ナツメグってクリーム系とものすごい合うんですよ。すいません、でもない方はごめんなさい、買ってください。1,2,3振りです。で、ナツメグっていうのはね、前唐揚げやった時に多かったんですけども、取りすぎると、ね、中毒症状を起こすんで、そういう症状が出ます。この瓶の半分ぐらい使わないと、そういう症、そしてそれを全部食べないとそういう症状にならないので、あんまり気にしなくて大丈夫。このレシピ通りに作るんだったらね。ナツメグ入れたクリーム、これすっごいがれですね。そのまま一緒に飲んでいきます。で、とろみはね、こんな感じ、わかりますか、こんな感じです。これ置いといても構いませんので、このまま火を止めて置いときましょう。そして次は沸かしたお湯です。で、ここにですね、お塩、お塩はね、塩分濃度 1% ぐらいなので、この量に対して小さじ1弱ぐらいですね。まあ、今回ね、 50g ので塩分濃度、1% のお湯で今茹でます。で、これで表示量、8分、まあちょっとね、早めでもいいです。7分ぐらいかな。で、これから7分ね、7分、だから30秒前にぐらいね、入る感じになりますよね。これで、ちょっとね、ちょっとこのポコポコっていう感じで、茹でていきます。マカロニ、こんな感じ。これをさっきの、ベシャメルソースに入れます。これ、ね、混ぜていきます。よく混ぜます。はい、混ぜて、これから耐熱容器に入れる。そうですね、はい、まあ、パンパンになりましたこれね。粉チーズです。ちょっとね、たっぷりめにかけた方がいいです。で、これピザ用チーズでももちろんいいんですよ。ピザ用チーズとトロトロになるんですけども、粉チーズでやるとちょっとね、パリッとした食感になるんですね。このベシャメルソースだとトロトロ感はもう完全に再現されているので、普通のピザ用チーズでトロトロなチーズにするよりはパリッと焼いてサクッとした食感を出したいなと思ったので、今回あえて粉チーズです。これでオーブントースターに入れます。5分間、温度はね、一番高い250度にします。では皆さん、チンとなりましたので、もうちょい焼こうか。
じゃあできましたので出していきます。こんな感じですね。パセリをね、最終的にパセリパラパラとかけることによってほぼ解決。こちらで至高のグラム完成です。それではできました。食べていただきたいます。今日はね、これハイボールちょっと次の撮影で飲むんですけども、いいもんがあるんですよ。至高のグラタンには至高のクラフトビールですね。これね、なんとですね、僕が監修でわざわざ作ってもらいました。はい、ちょっとねこれ飲んでいきたいと思います。じゃあ至高のクラフトビールとともにいただきたいと思います。いただきます。熱いから気をつけてください。バカうま。うわ、やっぱうめえなこのビール。ちょっとフルーティー感もあるんですよ、このクラフトビールね。埼玉でね作っていただいてるビールなんですけども、これめちゃめちゃうまいですよ。いや、このねこってりしたね、このグラタンにめちゃめちゃ合います。グラタンはですね、すっごいクリーミーなんだけどしつこくない。うん、チキングラタンの最高峰は僕これだと思ってます。めちゃめちゃ美味しい。ふっと変わるこの夏目の香りね。とにかくねうまい。そしてこれね、おいしい、おいしいです。これです。うん、うわうまい。この濃厚すぎないベシャマルソース、これが最高なんだわ。そしてこのシフォンのビール、かーたまらん。ビールってグラタンにも合うんだっていう。でもね、もっとねグラタンをもうほぼ解禁しよう、ね、タバスコですね。僕のタバスコ推しが半端ない。クリーム系とタバスコの相性はこの範囲で最強なんだ。最高か。この至高のグラスビール、もし飲みたい方もしいれば、あの概要欄に貼っておきます。僕苦味が苦手なんで、あんまり苦味のないビールに仕立てあげてもらいました。あとちょっとフルーティー感が好きなんで、ちょっとフルーティー、苦味がそんなない感じのもね、食事に合う。まあでもちょっと高いから、もう贅沢でね、たまにのね。もう僕グラタンはこれかな。それでは皆さん、ぜひやってみてください。